俺のサッカー人生で多分大悟さんとムー君が一番俺の中で影響があるんで、ムーもすごかったな。この二人はすごかったんですよ。今だから話せる話も山ほどあるんですけど今になってこう客観的に見ると、まあ、チームにはやっぱ好かれるタイプではない違うことは違うって言うし、でもその役割とかめちゃくちゃ大事ですよ。コビウル選手嫌いなんですよ、サポーターに。これはもうマジで大悟さんが本当にいつも言うんですよサポーターにこびるな。どういうサポーターのために戦ってますみたいなのとか、ああこびるっていうか、その本当に思ってないくせにコメントとかで言うやつとかは嫌い。大悟さんもそうだけど、マッサも面白くて、昔2年目の時に途中交代させられて、切れたっていうか、ちょっとこうコートハイタッチしないで出たんですよ。そしたらめちゃめちゃ次の日呼ばれて切れられたんですよ。はい、すいませんって、お前二度とやる、それ次やったらみたいな感じで言われたんですよ。次の試合でやってましたそれ。遠藤康ね。次の試合やってた。